ガキ氏、浜田正人氏、欠席松本、愛人と不倫旅行してます。田中法政同時に、またですか ?15 日放送の日本テレビ、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで、では、ザマミー酒井七変化、が行われたが、浜田正人氏が冒頭に行う企画タイトルコールを松本人氏が行った。松本は、これ59人目、あ、ちょっとごめん。 浜田今日休みです。と軽く伝えただけで、企画に入ろうとした。ココリコや月定法政が引き戻して、なんで休みとか、と聞き、テロップで、本日、浜田さんは体調不良のためお休みです。と表示されたが、松本は、松本調べでは愛人と不倫旅行をしている、と笑わせた。法政と田中直樹が同時にハモって、またですかといじっていた。 なお撮影時期が同時期だったと見られ、浜田が同じく救援した一日放送の TBS ドリーム東西ネタ合戦2023でも松本が進行し、浜田の欠席理由を体調不良でと言いながら両手を縛られたポーズで逮捕説を打ち出し爆笑が起こっていた。あなたの感想は